どうも、お久しぶりでございます。浪曲師、京山幸太でございます。変わったよね。本当に久しぶりでございます。1年ぶりぐらいになっちゃいました。本当に更新できてなくてすみません。また久しぶりに更新をしていこうかなと思います。本当に久しぶりの投稿なので、初めましてという方が多いと思いますので、改めてちゃんと自己紹介します。名前は京山幸太、職業は浪曲師といって、浪曲っていう、古典芸能、伝統芸能みたいなね、芸なんですけども、それで普段舞台を大阪や東京、京都、地元兵庫県とかで立っております。それ以外にもツイッターやインスタグラムなどしてるんですが、そこでは普段よく女装してる写真を載せて、男の子として、男の娘、男の子として活動もしております。そんな活動をしていると、中にはやっぱり聞かれることもあるんですよね。女装とか光太くんしてるけど、あれは何なのみたいな、こっちなんとか茶化して聞かれることもあるし、ゲイなのとか言われることもあるんですけど、まず結論から言うと、自分はゲイではないんですよね。その辺について、自分の女装してる理由とかにもなってきたりすると思うんですけど、今日はちゃんと説明できたらいいなと思って動画を撮りました。まず最近聞く言葉、 LGBT っていうの、 LGBT っていうのは皆さん聞いたことありますか ね、ある人も多いと思うんです。 L、 レズビアンですよね。 G、 ゲイの人。 B、 バイセクシャル、だから同性も異性も好きになれる人。 T、 トランスジェンダーですね。この4つがよく知られてると思うんですけど、実はそれだけじゃないんです。 LGBTQ っていうクイアっていうのも入ってたりとか、もっと細かく言ったら LGBTQIA、 インターセックス、アセクシャルとかも入ってくるんですけども、今日はとりあえず LGBTQ までにしておこうかなと思っております。 Q、 クイアなんですけども、どういうことかというと、既存の性別に当てはまらない人とか、自分の性が流動的な人とかのこと、 LGBT でもなく Q、 クイアっていうところがあるんです。 LGBTQIA って時点でも、なんのこっちゃ LGBTIA なんのこっちゃってなってる人がいるかもしれないんですけど、タイなんかだったらもう18種類性があるそうなんですね。例えばどんなんかっていうと、男装をした女性で恋愛対象は女性とか、男性が好きな女らしいゲイとか、もう本当にね、いっぱいあって、そんな組み合わせでそれぞれ名前がついて18種類あるそうでございます。デートマッチングサービス Tinder っていうのがあるそうですね。そこでは選べる、プロフィールに選べる自分の性別、ジェンダーカテゴリーっていうのは37種類もあるそうなんですね。さっき言ったみたいに、タイの人みたいに男性寄りの女性で女性寄りの男性が好きとか、もう組み合わせ出したりとかすると、もう言ったら無限にあると思うんですよね。細かいこと言うと、人の数だけ性別があるっていう風に言えると思います。自分はその中の何かっていうと、ジェンダーフルイドっていう、フルイドっていうのは流動的、流動性みたいな意味なんですけども、例えばここが男らしい男にしましょう、でこっちが女にしましょう、こうあるとしますね、グラフで。時期によって自分は、逆に言うとこう行ったり、男っぽくなりたいとか女っぽくなりたいとかを行ったり来たりして、時期によって男っぽくなりたい、女っぽくなりたいっていう時期があるんです。だからもっと髪が短い時もあって、筋トレとかしてた時期もあるし、逆にそれがやれば今なんかすごく細くなりたいし、髪もね長くなってメイクもしてたりするんですけども、本当に時期によってブレる、自分の中で性が動くんですね。だからある意味男でもあり女でもあるし、ある意味では男でも女でもないという、そういう認識なんですよね。なかなかちょっと分かりにくい感覚かもしれないんですけども、もう本当にさっき言った通り、人の数だけ性別っていうのがあって、自分もその性的マイノリティで LGBT しか知らない時、女の時期に来ちゃうと、女の人と付き合ってても自分がそっちになっちゃうと、ふと女の人に興味がなくなってしまったりするんですよね。ってことは、自分は実はゲイなのかなとか思って、でも男性
に好きになったってこともなかったし、なんか自分って一体本当になんなんやろっていう感じになっちゃったんですよね。そんな時にいろいろ大学でもジェンダーの勉強とかをまあ科目で取ってて、たまたまその中で読んだ本で、もういろんなマイノリティって言っても LGBT に当てはまらないような人もいっぱいいるし、むしろそっちの方がいっぱいいるんじゃないかと、いろんなマイノリティの形があるんだよ、本当に人の数だけ、名前がつかないような人の数だけ性の形はあるんだよっていうことを知って、その中でもジェンダーフルイドっていう、今言ったね、性が動くっていう、そういう性別もあるっていうことを聞いて、あ、これだと、すっごいこれやん、自分はこれやんっていう、必ずしも性をカテゴライズしないといけないわけではないと思うんですけど、自分の属するカテゴリーをある程度、あ、これに近いなって知ってることによって安心することもあると思うし、またそうじゃない、マイノリティじゃない、当事者じゃない人もそういう形があるということを知るっていうことは、お互い人として付き合っていく上で大事かなと思ったので、今日はそういう動画を撮らせてもらいました。いろんな形があるジェンダーですが、どうですかね、皆さんどんな風に思いますでしょうか。最近いろんな経験があったので、皆さんの感想も聞いてみたいなと思いました。お気軽にと思ったかなどあったらね、コメントしてもらえたらなと思っております。そしてもちろん評価やシェア、そしてチャンネル登録していただけますと嬉しいなと思います。今回はちょっと真面目な内容でね、自分の中で考えまとまってるところもまとまってないところもあるから、皆さんにどれだけ伝わったかわからないんですが、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。